はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ドラゴン族を絶対に許さない男、リガ界の剣士バスターブレイダーです。さあ本日なんですが、対話拒否デッキまた作ってきたんで、ご紹介していきたいなというふうに思っております。バスターブレイダーデッキやべえぞ。このモンスターはシンプルに友達がいなくなる。なんか友達に使うのはマジでよしてくれ、このデッキは。はい、それだけ言っときます。まずですね、バスターブレイダーのコンセプトなんですけども、もうねこれしょうがないんですよ、対話拒否になるのは。バスターブレイダーってそういうデッキなんで。このカードは、ドラゴン族スピード上の全部のドラゴン族モンスターを守備用心にして効果を無効にするっていう、しかもなんか投げるとき貫通ダメージがあるっていう、なんかこのドラゴン絶対許さないマンなんですよね。で、バスタードラゴンっていうのはフィールド上のモンスターを全部ドラゴン族にするよっていうモンスターなんですけど、この2体ね、やっぱね並べたいんですよね、僕は。はい、まあ、でもっていうかこれ2体を並べるデッキなんで、バスターブレイダーっていうのはもう対話拒否だから仕方ないんだけど、ギミックがもうそもそもメインギミックがそういうギミックだから。今日はね、なんとね手札1枚から、竜海の剣士とバスタードラゴンが並ぶっていう、まあ、そういうデッキをねご紹介していきたいなというふうに思っております。まあ、ちょっとルートはね、細かいルートは、対戦動画の方で全部やってますんで、まあ、そっちを見ていただければルートちゃんとわかるんで、まあ、そっち見ていただければと思うんですけども、手札的にはイゾルデが作れる手札であればいけます。はい、イゾルデが作れる手札であればいけるんで、例えば、まあ、造園とかで戦士が持ってきて戦士1枚で初動札になるとか、愚かな埋葬でもいけるんですけど、例えばですね、エクスパラディンですね。はい、昇格士エクスパラディン、これ召喚特殊召喚に成功すると、チューンナイトを装備できるんですけども、でチューンナイト装備解除すると特殊召喚できるようになってますんで、エクスパラディンとチューンナイトで、まあ、戦士2体とか、あとティアースケールですね、ティアースケール手札1枚捨てるとファントムナイツを、墓地に送るよっていう効果持ってるんで、これでサイレントブーツ持ってきて、ダスティローブ落としてね、サイレントブーツ持ってきて、で2体で特殊召喚した上に遺族でみたいなこともできますし、あとこれね、ネオスペースコネクター、これコネクター召喚するとアクアドルフィン出してくれるんですけど、これも戦士族なんですよ。なんでこれ戦士にしたい、ここはいいところはアクアドルフィンはね、手札誘発確認できるんで、相手のこれが結構強いです。はい、誘発あるかどうか確認できるんで、あと相手のハンドピーピングできるんで、はい、これめっちゃ強い。この肝イルカね、このデッキだと輝きますね。でですね、このデッキマジで一発屋なんですよ。一回バスターブレイダー立てると、まあ、ロック基本的には決まると思うんで大丈夫だと思うんですけども、2体目のバスターブレイダーを出すリソースはないんですよね。エクストラデッキにもメインでギミックにもないんで、まあ、ちょっとね一回返されると無理っていう一回返されると無理っていう弱点はあるんですけども、まあ、それをさせないようにね、まず絶対に自分の場面を作りやすいように墓穴とか抹殺を入れてまして、で抹殺でまあ、例えば辛いモンスター、ウララとか、まあ、ゾウジーとか、まあ、エフェクトベーラー、無限法要、ニビルあたりは全部抹殺でなんとかしていきたいというふうに思ってます。で、あと手札誘発は普通に墓穴でもねなんとかなりますし、あとライトニングストームもワンチャン止めれるんで、抹殺の指名者は。なので、まあ、基本的には、このカードが最強と、誘発をメタルンだったらね最強っていう、まあ、そういうことで、このデッキの動かし方なんですけども、まあ、基本的に一応説明しておくと、イゾルデからハリファイバー経由して、アウローラドンまで行って、でシンクロモンスターをめっちゃ横に並べるっていうギミックになってるんで、まあ、ハリアウラって言われるやつですよね。はい、ギミックを採用しますんで、まあ、その辺の動かし方はね、対戦を動画ご覧いただきながら理解していただければなと思います。はい、使うのはやめた方がいいと思う、正直。デッキ動画にはするけど使うのやめた方がいいと思う、嫌われるから。うん、あとね、怪獣に弱い怪獣とかに絶望的に弱いし、禁じられた人質とかめっちゃきついから。うん、メタカードが多いから、なんか苦労してやってる割にそんなになんか報われないというかデッキなんで。はい、僕めっちゃ好きなんでバスターブレイダーが、対話拒否好きなんで使いますけど、皆さんはぜひね使わないようにしましょう。はい、デュエルスタンバイ。さて、対話を拒否していきましょう。本日も元気にね。割とね、これハンドめちゃくちゃ強いね、これ。これ抹殺ある時点でかなり強いですね。まずネオスペースコネクターを召喚。とりあえずですね、イゾルデを立てるルートをたどれれば手札1枚からいけるん で、ネオスペースコネクターの効果を発動していくぜ。ネオスペースコネクター、増字。まあ、さすがに抹殺かな。増殖する字はある、
アルティメット抹殺の指名者で抹殺していきましょう。ゴキブリはこの世からね、この世のゴキブリは全て抹殺させてもらう。ちなみにあのこのデッキ先行全振りしてますんで、手札誘発系のモンスターは全部、ガンブリしており、ガン積みしております。あの1枚ずつ、ゾウジウララ、ニビル、ニビル入ってたっけな。ちょっ とりあえずあの環境にある手札誘発系はなんか全部抹殺したいなと思って、はい、全て入ってます。大体ね、はい、で増殖してる G は無効で、でネオスペース、ネオスペーシャンアクアドルフィン過去キモイルカを特殊召喚で、キモイルカの効果を発動、キモイルカの効果によって手札を1枚墓地に送ります。これでこっち送んないといけないかな。でハンドは、ああ、なるほどね、レップの結果で抹殺ライトニングストーム、ライトニングストームはめんどくせえな。なるほど、ライトニングストームあるか。なるほどなるほどなるほど、鉄銃ですね。はい、レップへの結界像、なるほど。まあ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 、まあ、まあそんなに強くないな。まあちょっとライトニングストームだけめんどくさいなっていうだけでやって、まあとりあえずライトニングストームを、警戒していけばいいと。つまり全てのモンスターを守備表示出せばいいってことですね。はい、簡単です。いや、あまりにも簡単。ライトニングストーム見えればね、このピーピングした後に手札誘発なしだって、よしってなって動くのめっちゃ楽しい。でデッキから手札に加えるのはもちろん破壊系の使い手バスターブレイダー。そしてこのモンスターこのターン、特殊召喚することはできないが、そんなことは関係ない、こいつは墓地に送るだけで、レベル1のモンスターをデッキから特殊召喚していくためにデュランダルを墓地に送ってリナルドを特殊召喚。これはもうあまりにも見慣れたムーブですね。はい、リナルドの効果によってデュランダルを回収、はい、でデュランダルを装備。これはね、あの戦色ソリティアではよく使う動きなんで、皆さんもよかったら覚えてください。でデュランダルはなんか適当に、デッキから加えてで破壊するっていう、自分をね爆破するっていう効果です。はい、でリナルドは戦色炎属性がいると特殊召喚できてチューナーになるよっていう効果で、チューナーとチューナー以外のモンスターでリンク召喚していくと。でここでクリストロンハリファイバーよ。はい、圧倒的安心感。クリストロンハリファイバー、クリストロンハリファイバーリンク召喚成功時の効果発動で、これ出してくるのは、2回仕事をしていただけるジェットシンクロン君はどこですか。あ、いましたね。はい、でジェットシンクロン君を特殊召喚していく。でですね、まず、先に守護板竜作ります。はい、イゾルデもいらないんで機械族残してください。ちなみに絶対にアウローラドン出したいんで、でこうでしょ。で守護板竜で、守護板竜リンク召喚成功時効果で破壊剣カードをデッキから墓地に送るっていう効果。はいですね。あ、これ破壊剣の強く送らないパターンだから、恨めれてるのこれ。これ相当強い動きできるかもしれない。ジェットシンクロン効果でバスターブレイダーを墓地に送りながら、ジェットを特殊召喚していく。まあ、これはもう出せるんだ、もう。もう竜破壊できるんだ。まあ、竜破壊はちょっと後でいいですね。最後の締めとして出していきましょう。特殊で、同じ種族、機械族モンスターみたいなって、あの召喚条件はアウローラドン、はい、機械族モンスター2体以上でアウローラドンを出していく。はい、宇宙始まりますよ。これがハリアウラってやつですね。ハリアウロか、ハリアウロってやつ。俺そんなにこのソリティアルートを使ったことないんだけど、とりあえずアウローラドンの効果でリンク召喚成功時にトークンがめっちゃ出る。これ言っときますけど、これあれですからね、あのハンド1枚ぐらいやってますからね。あのイゾルデルートからこのルートいきますからね、最強ですよね。でアウローラドンの効果によってフィールド上のモンスターを2体リリースすることによってデッキから幻獣機を出せる。はい、でこの後もリンク召喚はねできないんですけど、でこうでしょ。でですね、5シンクロしていきましょう。でこれが噂の最強モンスター暴天荒ね。暴天荒をシンクロ召喚で、暴天荒シンクロ召喚成功時効果発動でデッキから流星モンスターを手札に加えるっていう効果とトークンが出るっていう効果。あ、これちなみにあのジョクトを引いちゃってる場合はあの使わないでください。効果をジョクトを引いちゃってる場合はデッキから持ってきちゃうとデッキから出すモンスターになっちゃうんで、ジョクトが1枚引いちゃってる場合はも、持ってくる効果は破棄で、ジョクトを持ってくる。でここで8進行していきましょう。まずここでやっと無効系モンスターが出てくる。でこれは守備表示ですね。ライトニングストームがあるんで守備表示で、バレルロードサベージドラゴンリンクショー、あ、神道召喚成功時効果発動、チェーン2でいいかな、暴天荒の効果で。
これ、まあ、順番どっちでもいいんだけどさ、基本的には、まあ、あの投資対方をチェーンチンするっていう感じですかね。で、バレルロードサベージドラゴンの効果で、このアウロラドの装備しとけば、こっちの方が打点が高いし、カウンターも多い。で、ジョクトを特殊召喚。で、ここで、フィールド上のモンスターが8なんで、こうして、こうして、こう。はい。で、こいつも周囲表示。で、ドラゴン族認定おじさん、ドーン。お前ら今からドラゴン族な。お前ら今から全員ドラゴン族な。で、墓地の破壊剣の追憶の効果も、これ発動しちゃっていいかも。発動しちゃうか。なんか手札、そんな強くないし。ライトニングストーム止めちゃっていいな、これ。ハンド。相手なんでも。で、竜破壊の剣士、バスターブレイダーを、バスターブレイダーとドラゴン族を除外して特殊召喚していく。はい。で、これで相手のフィールド上のモンスターは全部守備表示になって、ドラゴン族になって効果もこうなると。おいードーンはい、最強ターン終了で、相手のドローフェイズにドラゴンバスターブレード装備しとこう。で、破壊万竜バスタードラゴンの効果発動。墓地に存在する破壊剣カードをバスターブレイダーモンスターに装備する。君このターンもうエクストラからモンスター出せないから、よろしくね。君もうね、このターンエクストラからモンスター出せないんで、はい、よろしくお願いします。ライトニングストームは無効。これまあちょっと相手何引いたか分かんないけど、まあ無効にしてだろこれ。いや、この盤面返せるカードないっしょ。怪獣とかくらいかな。一応怪獣だったらいけますけど、怪獣入ってるんですかと。ライトニングストームは無効にしてドラゴンバスターブレードを生かしていく。さあどうするんでしょうか。ブラックトール君の効果を発動していく。まあ、墓地での効果はいいよ。通るから。はいはい。で、キットね。で、キット効果で、なんか、あれね、持ってくるんだっけ、これは。墓地を食らったらデッキから、トラベ、墓地を食うのか。はい、オロマイね。いいよいいよ、全然いいよ。全然いいよ。で、ナーベル効果で、墓地を食られたからなんか持ってくると。はい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 、全く問題ないですね。で、フラックトール君持ってきて召喚したところで守備になるし。はい、寝てください。はい、ありがとうございます。あなた今ドラゴン族なんですよ。あなたは今ドラゴン族。効果は無効です。俺テキスト読んでない。テキスト読んでいらっしゃらない。もしかして私のモンスターの破壊万竜バスタードラゴンはドラゴン族モンスターすべてに、認定するっていう効果持ってて、でそれ抹殺だろ。絶対抹殺やん。絶対抹殺やんけ。ドロー。愚かな埋葬。なるほど。オロマイ、オロマイだったらこれキル取れんじゃねえか。でオロマイ発動して、これはだからあれだな、ダスティーローブ落として持ってきて、ダスティーローブ効果除外するとファントムナイツ持ってこれるんで、これでティアースケール持ってくる。でティアースケール召喚成功で、はい、これは100億パー抹殺なんで、ここは無視しましょう一回ね。で、まあ、スキルって何でもいいけど、ライトニングストームとかどうでもいいカード捨てて、で、サイレントブーツ、で、サイレントブーツ、あ、そうか、もう引いてんのか。もう引いてたわ。で、シェードブリッドガンダイン、はいはい。セットして発動。で、もう一回、イズオールで出していきましょう。リンク数増えるんでね、こっちの方が。で、ティアースケールとシェードブリッドガンダインでリンク召喚して、イズオールで。ほい。で、イゾルでリンク召喚成功時、効果発動。戦士族モンスターを持ってくる効果。これはまあ正直何でもいいんだけど。ガチで何でもいいんだけど。まあ、ゴッドフェニックスかなんか持ってきておきますか。一応ね。はい。一応持ってきておいて。これ別にゴッドフェニックスである必要性もないんだよな。で、イゾルで効果。で、1枚、デッキから執念の続き落として、レベル1モンスターを特殊召喚していく。はい。でガチで何でもいい。で、執念の剣が戻る。はい。で、これ装備解除してアクセスじゃねえか。ドラゴンバスターブレード装備解除特殊召喚。ほい。で、リンク4。アクセスコード投下。いいね。この対話、この対話拒否盤面いいね。あ、てか、これあれじゃんね。ユニコーンしてからでもいけんじゃんね、これね。ユニコーンしてからにします。これユニコールして、イゾルデをリンク剤にして、
今これ何でもいいや、こうしてでユニコーン出すで、多分なんか分かんないけど抹殺だと思うから、あれ一応抹殺だと思うんで抹殺を戻していきましょう。はい、その伏せカードをふいで史上最強のリンク4ね、これ史上最強のリンク4アクセスコードトーカーリンク召喚をしてみよう。アクセスコードトーカーリンク召喚成功時の効果を発動していく。アクセスコードトーカーはリンク召喚に成功した場合に攻撃力がめちゃくちゃ上がっていく。ういで、こいつ貫通能力持ってるんで全員攻撃表示にしてと。おらー悔しいでしょうね。何もできなくて負ける気持ちはどんな気持ちですか。君も僕のファンになったかな。さて元気に対話拒否していくか。先行は取れたから多分勝ったわ。あー誘発ケアないな。誘発ケア引けてないんですけど、これ大丈夫ですかね。オロから埋葬から入っていいですか。自分一応オロ前初動になってるんですよね。わかんのかな、ちょっとなんかラグでわかんないな。よくあれどこ行った。ダッシュローブ、痛いだ、ダスティーローブを送るで、ダスティーローブ効果、これでドラゴン族とバスターブレイダーを除外して、ほい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 、対話拒否モンスター爆弾。君今からドラゴン族ね、君今からドラゴン族ね、全部。なるほど、いいやもう、これでいいや、いいやもう勝てないでしょこれ。はい、どう、君たち今からドラゴン族になって効果発動できなくて、なんか一回効果無効にするからよろしくね。これひどいよな。まあでもアルティメットデクレーラーみたいに全部無効にするのと、そのダークオカルティズム、これはやばいぞ。ラバーゴーレムとか持ってこられたらたまったもんじゃねえな。すげえカード入ってんな。これ UR なんでね、めっちゃ高いんですよね。ちょっと待って、ラバゴはマジでやばい。これ止めざるを得ないのマジ、これ止めざるを得ないのマジっすか。しょうがないな、やばい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 。ラバゴはさすがにやばい、さすがにやばい。まああれビジャバンを持ってくるかもしれなかったから、まあちょっとあれだけども。ネットワークだ、やばい、まずい、うわやばい、やばいことが起きた。ゲートオブヌメロン、エイカム、エイカムシニューニャ、なんだっけ、ルベイ、チャトゥバーリーだっけ、やばい、全部出てくる。ドンサーザンでやった相手、え、これ死ぬよ俺、これ待って死ぬこれ。え、これ全部さ戦闘でさ破壊、いや戦闘した場合なんかあれだね、なんか打点どんどん倍になってくるんでしょ。2000になって4000になって、待って、これで、まあそれはいいわ、まだ死なない。2000になる、4000になる、え、これ死ななくない、これ俺耐えてねえ、これ耐えてるやつなんだ、これ。はい、これ耐えたぞ、奇跡起きてるか、これ。はい、で打点アップしていく。4000になる、4000はやばい、これ全員8000なの、やばいわ普通に。今4000でしょ、10でしょ、でしょ、はいはいはい、で4000で8000でしょ、8000で8000で5000でしょ。いや耐えてる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 、全然耐えてる。よし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 、耐えてる耐えてる、甘いですね、余裕ですよ。耐えたんだったら全く問題ないですよ。1万6000のところでもうダメージ与える手段ないでしょ。これは来たぞ、メインツ、よし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 。これでも返せんのか俺、これでもあいつらはどっか行くからエンドフェーズ、まあ一応1回だけ特殊ができるんだよなこれ。ちょ俺もヌメロン作ろう、ちょヌメロンめっちゃ楽しそう、ヌメロンで脳死でワンキルするのめっちゃ楽しそうなんだけど、ちょ俺もヌメロンして、頼むヌメロンさせてくれ、俺にもヌメロンさせてくれ。これやばいな、このデッキめちゃくちゃだな。
やってること、あと1体出せるんですよね、多分ね。1回特殊ができるんですよね。なんかそのヌメロンネットワークの効果使っちゃうと、もう1回しか特殊ができないみたいな効果だった気がするんで。これはですね、あ、1体は、あ、死にゆうにゃか。これはなんかあれだな、除外されてるなんかモンスターの、自分フィールド上にネットワークが存在する場合に除外されてる相手に自分相手の攻撃力の攻撃力のダメージ、え、だからぬえ、あれをネットワークをしょればいいんでしょ。つまりネットワークがしょれればいける、ネットワークがしょれればいける。オライオンがいいのか。オライオンがいる。オライオンは除外して通常召喚増えるから、これ一回使おう。オライオンの効果、モンスター数を増やさないといけばいけない。でオライオンをと、通常召喚していく。でチューンナイト召喚で、セット発、あ、そっか、俺使ってるわ一回。なるほど、シェードボリガンダイ使ってる。シェードボリガンダイ使ってんのか。これ伸びるか、これ。でもトークンは出るな、トークンは出る。これどうすればいいんだ。マスカレーナで、マスカレーナ出してトークンが出て、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待って。でもこのヌメロンネットワークをしょればなんとかなるんだよ多分。俺はこことここでリンク召喚して、まあ、とりあえず IP マスカレーナ出していく。でトークン出てくる効果発動する。でトークンで、トークンと、はい、これトークンとなんかあれ出せるもんじゃねえか。こうでしょ。ちょっと待って、ラバゴ一体でここまで持ってかれてんの。あ、ユニコーンできんのか。ユニコーンできんのでかいぞ。ユニコーンができんのでかい。これしょればいいんだろう。対処取れるもんな。いけるぞ。いや、いける、返せる返せる。ヌメロンネットワークがなければ大丈夫だ。これはモンスター2体でリンク召喚、あらあらろ、トロイメアユニコーン、トロイメアユニコーンのリンク召喚成功時効果発動。手札を1枚墓地に送ることによって相手フィールド上のカードを1枚の選択し、そのカードをデッキに戻させてもらうぜ。よし、バトルフェイザー、よし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 、いける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 。ダメージは受けない、もうこれでヌメロンネットワークがないから。これ何、これこれ効果何、これ何、これえヌメロンウォール、まずいやばい、ヌメロンネットワークが戻ってきてしまった。まずい、死ぬような効果が発動してしまう。まずいぞ。いくつダメージ、これダメージいくつ、待って、いくつ、うわー